子どもたちが自分が印刷したいというタイミングで印刷することができることが一番のメリットだと思います。カラーで残るっていうのがいいな、やっぱメリットを感じるのが。4年前にまずは2台購入しました。その次の年にさらに2台購入しました。そのため本校の理科室には各教室に2台ずつのプリンターが設置されています。ギガスクール構想で1人1台端末が普及されましたので、自分たちで記録した写真を理科的な視点でマークアップをして、自分たちで必要な情報を印刷して分かりやすくワークシートにまとめることができています。理科の授業では色の変化、物質の変化に着目することが多く、ノートに再現しようとすると印刷をした方が学びの充実につながると考えています。すべてを書き写すのではなくて、それを印刷をすることで、そこで生み出された時間を子どもたちが実験をしたり、または班でじっくりと考察する時間に取れるので、理科としてはプリンターがあることで授業を効率的に進めることができていると感じています。理科の授業の様子とか見ているとすごくこう魅力を感じて、もしこれが音楽に置き換えた時に何ができるだろうかと、真っ白な状態の楽譜を子どもたちにタブレット上にまず送る、ここから曲を分析していくので、いろんなこう図形があったりテキストで書き込みをしたりということで、ちょっとカラフルになっていくっていう、それを A4 版で印刷をしてファイルに綴るという、子どもたちそれぞれのオリジナルの楽譜をプリントアウトできるっていうところにも利便性と魅力を感じているところです、はい、当初は理科の授業の中で導入しましたが、それが総合的な学習の時間や他の教科の学びにも派生をしていって、普通教室にも設置をするというふうになっています。プリンターについては大学から来る教科費で当初理科の方で購入をしました。各教室にあるプリンターについては同窓会の方からご寄付をいただいたという形になっております。データとして蓄積するものとプリンターから出力してですね、紙媒体で残すものっていう住み分けが大事になってくると思います。でその住み分けをしながら学習を深めていくという流れを今後は作っておりまして、そういった意味ではプリンター導入して学びが深まったと思っております。学校現場をもっと